ジでセットターンエンドからの効果発動いよにに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 においゲーセンで了解したら全部メダルだった時の表情え、なになにいやなんだよこの展開はアホと一緒いやもうこれアホと一緒ここに来て超強いじゃんお前おい服ごと行くなよお前恥ずかしがり屋かお前おなんだこれなんだこれいきなり始まったぞおいコンセント系しっかり映ってるなこれいきなりえ誰誰あれクリックしても反応しないえ何何え何このゲームおーあーめっちゃうるせえびっくりした普通にはいってわけでねウーちゃん今回もやっていこうか今回やっていくのはデスマスカレードっていうゲームなんだけどなんかホラーなのかな一応なんか選択肢次第で運命が決まっていくみたいなそういうゲームらしいで一応ホラーみたいな感じらしいんだけどね説明見た感じまあとりあえずちょっとやっていこうおなんだなんだここはとある閑静な住宅街そこに最近幽霊が出ると噂の家があったはいしかし散歩中のとある男に目をつけられてしまう幽霊たちの運命やいかにえどういうことんまあとりあえず散歩してるんだなここんえ散歩してるってこいつのこと何このラッパーみたいなマイクロえこれマイクロだよねこれいや、みんなよ、人んちをじろじろ。幽霊も嫌がりよ、マイクロ。懐かしいな。今の人に伝わるかわかんないけど、ビーボーイっていうファッションがすげえ昔流行ってたんだよ。芝来たよ、お前。全然マイコーじゃねえし、お前。名前の治安悪い。何、このうっすらと見えるこのタトゥーみたいな、これ。なんだ、これ。何、芝来たいって治安悪いな。帰ってきたのかな自分家だよね大丈夫だよねあ、じゃあ、芝木大さんが帰ってきました。んおい、誰かいんぞ、ここに。えこれ自分家自分、えラファさんおい、ラファさんいんぞ。おい、うっすら芝くぞっていうのやめろ。えなになになに帰る、芝く。いや、しばくのはダメだろ。だって、この人んちの可能性あるでしょ、ワンちゃん。帰ろう。お邪魔しました。え?いやいや、無理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 。その細いのじゃ無理が。あ!おい、しばきたいめちゃめちゃ弱いぞ。これ。めちゃめちゃ弱い。え、よし。行った?あ、持ってかれた。た。俺あ、選択肢次第でちゃんとやられる。あ待って、最初っからになっちゃういや、ちょっと待って待って待って、それはきつい、それはきつい。あ、でもコンティニューってあるね。コンティニューいけんだろ。あー、いけるいけるいける。コンティニューしたら、途中からできると。はい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 。この表情はどういう気持ちなん今おいゲーセンで了解したら全部メダルだった時の表情まあとりあえずさっき帰ろうとしたらやられたので今回はしばくしばき方優しい安全に考慮してる勝ったしえかけるよ。あと3体いるのね。これが幽霊。え、今のが幽霊ってこと?あ、じゃあ人んちに勝手に上がり込んでるんだ。で?どこに行こうかな?キッチン、トイレ、リビング。どうしよう。キッチン、トイレ、リビング。トイレ行くか。とりあえず、一回落ち着こう。ん?入ったか来たか来たか。あ?え、いき、いや、大丈夫だって。え?あ。え?これでダメなの?え?嘘でしょ?これで?嘘だ!マジで言ってんの?水鉄砲でやられんなよ。おい、人影でも生き残るぞ、今のは。はい、というわけで戻ってきました。
トイレはちょっとやられちゃうんだよね。この赤ってあれか、炎タイプの赤だったんだ。まあ、この人弱えんだよな。しかし、どうしよう。リビングかキッチン。キッチン行くじゃあ。あ、今回は安全そうだな、でもな。おい、あんなまだチンチンも生え揃ってないようなクソガキにやられてんじゃねえよ。しっかりしろ。あ、なんだ？手洗いうがいする？水道か棚。まあ、手洗いうがいしようよ、水道で。ねえ。そうそうそう。手洗いうがい。あ、いいねいいね。おい、なかなか顔から洗うやついねえぞ。家に帰ってきて。え？何やってんの？え？どうしたの？え？何何何？え？た。え？いや、もう、水に弱すぎんだろ、お前。はい、というわけで戻ってきました。こいつやっぱり炎タイプだったわ。なので、水は多分もうダメなんだよ。こいつさっき水鉄砲でもやられてるし。てわけで、水が絶対ない棚。これはいける。それ棚じゃなくて換気扇だろ、それ。え、棚なの？すげえ！え、マジで？え、すげえ！え、自分家とかこれ。え、みんなに伝わるかわかんないけど、めちゃめちゃガスついな、これ。まあ、水鉄砲ゲットしたね。じゃあ水鉄砲ゲットしたので、ちょっとまだ行ってないので、リビング行ってみようか、一回。一回リビング行こう。あー、今チャンスじゃん。すげえ、そりゃ怒るよ、お前知らない奴入ってきて勝手にテレビ消したら。そりゃラファさんも怒るよ。おい、ボソッと言うのやめろ、はっきり言えよ、お前。お前、こんなチンチンも生え揃ってねえような、お前、クソガキにやられんねえ、お前。芝生帰る。いや、これ帰ったらやられちゃうじゃん、もう。ねえ、これ芝生？え、なになに？いや、なんだよ、この展開は。アホと一緒。いや、もうこれアホと一緒。ここに来て超強えじゃん、お前。もう意味がわかんない、もうアホと一緒。なんなんここに来てこの強さ。タワーじゃなくて。どうすりゃいいんだよお前、これもうアホと一緒。いやマジでアホと一緒。もうトイレしか行くことねえんだもん。はい、じゃあお邪魔します。おーおーおー、いいねいいねいいね。今回は、今回いいじゃん、今回いいよ。あ、お前の溢れ出る性癖を拭ってやりたいよ俺は。え、これで、でもさ、待って待って、これ無事倒せたけど、あと1話待ってるんだよ。このあと1話何？だってもういけるとこ、あった？他に。あと1人か。え？お風呂が沸く音。え？お風呂場？お風呂場だな、これな。つかさ、人ん家で上がり込んで何をやってるんだ、お前は。お風呂場、あ、でもいないね、誰も。つか、この人ん家めちゃめちゃ綺麗じゃないこれ。台を調べる。お風呂に入る。まあ、風呂は入れ、一回。え、もしかしてさ、もしかしてだけ、おい、服ごと行くなよ、お前。おい、服ごと行くなよ、お前。恥ずかしがり屋か、お前。おい、外人も選ばないセンスのタトゥー入ってんぞ、これ。おい、寝るなよ、布団。おい、風呂で寝るな、心配になる。あ、やっぱり、ダメだと思ったんだよ。わたあめか、おめえは。なんですぐ溶けちゃうの。はい、というわけで戻ってきました。じゃあもう残すとこね、選択肢はあと一つなんだよ。台を調べる。はい。え、なんだこれ。助けて、ベランダ？ベランダ？確か3階、すげえいい家だな、しかし。ネクスト。はい、ネクスト。すごい広いよな、この家。この人ん家かな？めちゃめちゃ羨ましいよ、これは。いや、でも俺さ、ワンルーム以外住みたくないんだよね。一部屋のところ以外あまり住みたくない。上向け、上。おい！やめろ！お前は階段を踏むな、陰を踏め。ベランダ行きまーす。機関車トーマス落ちてる。近くの住人だろうか。すでに死んでいる。許せねえ。いや、それ機関車トーマスだから。懐かしい。これなんかちょっと危なくないか？この雰囲気。なんか嫌な雰囲気すんな。
お許せねえ、おい投げんなお前トーマス汚いみたいな感じになってんだろお前はい、で、おお、いた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 、おい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 、同化してるけど気づけよ、電気つけんな人んちで勝手に。お、やる？やるか？お、やるなこれは。クモの巣くぐってはっきり言えって、もう動画内では入ってないよその音。どうすんのどうすんの、選択肢出る、また構え方が独特。おい、パリコレのモデルかお前ら、その独特なポーズ。なになに、お、え、デュエリスト、何紹介すんの、闇のデュエルが始まる、ダイレクトアタック、裏側障子でセット、ターンエンドからの効果を発動、いよーにに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 、うおー、鎖付きダイナマイト発動後、このカードは攻撃力500ポイントアップの装備カードとなり、にににににに、爆弾が間もなく作動する、闇のデュエルだ、逃げろ逃げろ逃げろ、いやいやいや、お前もお前も、え、どうすんのどうすんの、どうなんのこれ、え、待て待て、このままじゃ自分もダイレクトアタック食らうんだけど、頑張れ頑張れ頑張れ、いけ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 、負けるな負けるな、いけるいける、頑張れ頑張れ、そこでどうしてやめるんだ、そこでね、負けば、いけるいけるいける、頑張れ頑張れ、一番この人しじみがトロルって頑張ってるんだよ、みんな頑張ってるんだよ、しじみがトロルって頑張ってるんだよ、まじでしけいけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ、いやいいよどっちの靴でも、靴を隠して帰る、少し待つ、どうしよう、隠そう隠しちゃおう、バイバイ。いや、この際別に靴いらなくないか、あ、危ねえ、やられるとこだったなこれな、え、神経質、やられたっぽい。いや、そういう演出してるっぽいけどさ、今のとこ悪いのこいつなんだよ。かくして家に住み着いていた幽霊は移送された。また一つ町が何とかの手により、あ、芝木隊の手により救われた。彼が次に向かう散歩先は君の町かもしれない。絶対に来るなよ、お前絶対来るな。出演者、芝木隊、幽霊、刑事、カメラマン、メグ、開発者、泰造、声、泰造。いや、最近のちょっとさ、フリーゲーム、レベル高くないか？これまたね、いつも通り概要欄にね、リンク貼っとくんでね、気になった人はやってみてください。最近のフリーゲーム、マジですげえ。ね、見ての通り、レベルがめちゃめちゃ高いね。はい、というわけでね、今回はこんな感じのゲームでした。というわけでね、皆さんも面白かったらやってみてください。やじゃじゃじゃー、お疲れ！